E プラスをご覧の皆様、こんにちは。で今回その2度目ですね。でこの年齢になってこのプロスペロという役、これいただいたことだけでも、大変感謝してます。年齢的にもすごくありがたいと思ってます。しっかりやりたいと思います。400年の時を超えてですね、こうやってシェイクスピア劇が未だに演じられていくという、本当そういう意味ではクラシック音楽がいろんな方たちの耳を通して、そして残ってきたという、もう本当に選別された素晴らしい作品ということで、僕がこうやってシェイクスピア劇に出させていただくということはとても幸せに感じながら、で一シェイクスピア感激ファンとしましても、そういった皆さんの目にかなうようなシェイクスピア劇をみんなで力を合わせてやりたいと思ってます。そうですね、私はずっとイギリスに長い間住んでいたので、シェイクスピアは英文でしか読んだことがなかったんですけど、それを今回初めて自分で日本語で読んでみて、日本語にこう訳されてもやっぱりシェイクスピアが持ってるなんていうんですか、こう流れというかセリフの流れの美しさに、実際そこにこう自分がこう声を出して、形にしていくということにちょっと緊張もあるんですが、楽しい作品にしたいと思っています。まあ、やっぱりみんなと声を合わせてそれぞれの回り投げの中でやると、それはやっぱり自分一人で覚えてたのとは全然違いますよね。それはこんなところでこんな声出してみようかなっていうのもあるし、もうちょっとここはぐんと抑えてもいいのかな、それはもちろんだから回り投げの中でそういうふうになるんだけど、そういうところがすごくこう今まで自分一人で一生懸命覚えようとしてたのとは違うし、3グループあって、我ら親子、それからエアリエル、王子のファーディランドと、こちらの、悪い王に悪いにおいて悪いことでしたという、それからもうあとその トリンキュロと、キャリバンと、その何ていうかもう本当に突き抜けちゃったような飛び跳ねたグループと、その この色分けみたいなのをね、すごく対象がこう面白い、なという感じしました。やっぱり本当にこの昨日始まるまではこう孤独にずっとこう自分の中でこう、大丈夫かしらっていうのから皆さんってこうやってると、なんかでも本当楽しくなってきましたね昨日。なんかこうそれこそ頑張れるっていうか、なんかどれだけ変わっていくのかなっていうところが、昨日皆さんで読みまして、なんかテンペストの持ってる奇想天外なあでやかさといいますか、そういうものがこんなにグループがあってそれぞれ違っていて、非常に色鮮やかな作品でもあるんだなっていうのはすごく楽しみになりましたね。そうだね。だからそれ自分一人で読んでる世界だとそうはっきりはしないんだよね。やっぱりああいうふうにみんながそれぞれ声を出してやると、随分ちゃんとそういう色合いが違うそのグループがあって、その全体が織りなすんだなっていう感じはすごく感じるよね。僕はねもう大変好きです。でその一番好きなのはすごく自分の演出に責任を持つ、その代わりしつこいけど、千秋楽の最後の一言までこれ私が演出した作品ですという責任を持つ態度が素晴らしいと思う。だからいくらきつい稽古をされてもついていける、
それとまあダメの出し方、ヒントの出し方、素晴らしいですよね。やっぱり広がりますよ、そういう一言言われたことがわーっと役者の中で、そういう演出をなさってくれるから僕は大変好きですね。噂には聞いておりまして、稽古の鬼だという噂で、すごいですよという話を聞いてます。まあ、それ以上に白井さんが持ってらっしゃる独特なその雰囲気というのは、以前から同じテンパで、僕もテンパなんですけどもああ同じようなテンパの方がいらっしゃるなというので、でクラシックファンで、最近僕も10年ぐらい前からクラシックファンで、なんか最近は俳優同士でちょっとオペラ同好会を作ってまして、白井さんもちょっと入ってもらうかななんて言ってるぐらいで、まあ、こういった形でご一緒させていただいたことで、まあ、これがうまくこう彼の世界が見られたらなと思います。私自体その白井さんとご一緒するのが初めてなので、白井さんのそのイマジネーションのそのこうなんていうんですか、こう広さはどこまでこうあるのかっていうのとか全く想像もつかないんですけど、本当に想像していなかったようなことを昨日おっしゃって、はい、もうがむしゃらについていくのみだなと思っております。これ、今回自分の実年齢と、すごくマッチしてる、でしかもシェイクスピアである、だからそこになんかすごく身につまされるというかな、リアリティが、自分にとってリアリティがあるっていうセリフがやっぱりいろいろ出てきます。復讐のために、仇どもを嵐を起こして呼び起こし、最後にはその許しに至るという、その辺はもう少し僕は探んなきゃいけない、何がどこがすごくギアのチェンジになるのかっていうのは探さなきゃいけないんだけど、まあ昨日の本読みで多少は何か、こう入ってきたかなと、大丈夫かなという感じはしてます。まあなんとかそれは、稽古の中で、いろいろ探っていきたいと思ってます。アントーニオは弟として裏切るという役柄設定とありますけども、これは非常に実際に、リアルな世界の中での権力闘争であり、またそのファンタジーの中でも一つ色を添える一つまたそこでクーデターをしようと画策したりなんかするという、どんなところに行ってもこういう人はこういうことをするという、島に流れ着いても次のことを考えて行こうとするという、これはもう人間のもう多分シェイクスピアがこれも含めて最後プロスペロがそれでお嬢様がなんて美しい人間でしょうということの人類のね愛について、僕は師匠は今村翔平監督だったんですけど、人間はなんとそのスケベでケチでだらしなくてこんなんなんだと、でも人間は素晴らしいという言ってたんですけども、なんか そこのなんか人間参加に近い、それも含めて全て人間という存在が美しいというルネッサンスのその時期のね、その時期の何かこう思想的なものという、意味ではたっぷりと悪役を、でもこれは本当に普通のね、今世界中が起こってる政治家とかの人たちの話と同じことだと思うんですよね。だから悪役が悪役だと思って やってはいないので、そういう意味では面白い役だなと思ってやらせていただきます。そうだよね、はい、一つの生命力かもしれないですね。そうですね、久しぶりに恋をするという、役もやらせていただきますし、あとお姫様という役も初めてですし、そういう中で そこにこう行くためにというよりも本来ミランダが何を大切にしているかっていうことに焦点を持っていけばこう
普通におのずとこうそれこそファーディナンドが愛してくれるようになるとかっていうふうになるんじゃないかなっていう、そのあの彼女は誰も人間を見たことが、お父さん以外に人間を見たことがないから、その世間で美しいというものが何かっていうこう定義っていうのがもともとない中であの育っていると思うので、それがその彼女は本当にその自然の中でその空が美しくて、そのなんかこうお花が咲いたその生命力が美しくてっていう、そこのあの美しさを大事にしてあのやっていきたいなと思っています。5月15日から6月1日まで新国立劇場中劇場にて上演いたします。お待ちしております。